ラティオは、日産自動車が2004年10月から2012年12月まで、生産、販売していたセダン型普通乗用車である。本校では、以下のモデルについても便宜上記述する。2004年10月30日に、同社のハッチバックモデル、ティーダの派生車として、ティーダラティオの社名で発売された。同時に、同社の小型エントリーセダンであるサニーは、 日本国内においてブランド廃止となったが、あくまでも上質な全く新しいセダンをコンセプトとして開発され、サニーのマーケットを継承するモデルとして登場した。従来のサニーの購入層の受け皿とするという意味では、サニーの後継者種とも言えるが、決してサニーの後継者として開発されたわけではない。当初は、ハッチバックモデルのーダと別デザインのフロントグリルを、 装着することにより差別化が図られていたが、後にマイナーチェンジにより、共通デザインとなった。また、インテリアデザインは T ダと共通だが、T ダが、メタル調であるのに対し、T ダラティオには、木目調のフィニッシャーが採用された。日本国内のライバルは主にトヨタカロー,ーラークシオであり、ボディサイズ、およびホイールベースがライバルとほぼ似通っており、 販売終了まで1960年代から1990年代に、しのぎを削ったかつてのライバル関係が復活していた。2006年6月から、北米市場でも、バーサセダンとして、販売開始。この最安価モデルは、アメリカ合衆国において販売される新車のうち、4ドアセダンとしては、最も安価なモデルである。2008年1月には2009年からの、 クライスラーへの南米市場向け OEM 供給が合意されており、後に同社をベースとするダッジ・トラーゾが2008年のサンパウロモーターショーに出品されていたが、景気悪化を理由に2009年8月 OEM 契約が解消された。2012年10月に日本国内向けのフルモデルチェンジを行った際、T ーダが2代目ノートに統合される形で、 日本国内向けの販売を終了していたことから、ラティオに解消され、同時に C セグメントクラスから、フルビーセグメントクラスに降格となった。これにより、日本でのティーダブランドは事実上廃止となった。日本国内向け車両についてティーダラティオは、追浜工場で生産されていたが、ラティオは、タイニ産で生産され、 日本に輸入されているさらに品質などの再確認を行うため、追い浜工場で最終検査も受ける。タイでの生産は2004年から立ち上がっており、同国向けと2007年1月からの、オーストラリア向けもタイ日産の生産車両が販売されている。中国向けモデルは、東風汽車かと乗用車工場で、台湾向けは、広高日産汽車三技工場で、 アメリカ各国向けは、メキシコニス産自動車、アグアスカリエンテス工場で製造される。なお、2017年1月以降より、ミャンマーでもサニー名義として、製造を開始した。エンジンは、1.5リットルの HR15 でエンジンと、後に追加された1.8リットルの MR18 でエンジンの2種類で、トランスミッションは、エクストロニック CVT。 フルレンジ電子制御4速 AT、6速 MT が用意され、4速 AT については最下級グレードの 15S と E-4WD 車に標準設定され、15バイトにも設定される。なお、6速 MT については後期型 18G に設定される。また、2008年9月から設定される教習車には1.6リットルの HR16 でエンジンに5速 MT を組み合わせたモデルも存在する。プラットフォームには TIDA 同様アライアンス関係を結んでいるルノーと共同開発した B プラットフォームのロングホイールベース版を使用している。そしてクラスを超える質感と5ナンバーサイズのコンパクトボディを検持しながら C マイ上の有効室内長を確保した。また TIDA と同様に フロントシートについても、ティアナと同等のサイズのものが採用された。ティーダとは異なり、鉱石スライド機構は設定されず、ティーダのスライド機構を最後部にスライドされた状態で、鉱石が固定されている。さらに、ティーダとは、リアシートの設計が変更されており、ヒップポイントを数ミリメートル交代させたことにより、ティーダよりも若干広くなっている。 日本使用者には、T ダ同様家か,から15、15S、15M、15G 18、18G の4グレードが展開され、15S と 15M には、e、E-4WD を採用する4輪駆動車、15S4 及び、15M4 が用意される。S、M、G にはそれぞれ別のシート値が採用されるほか、一般カタログには、ラインアップされていないが、法人専用グレード。 15バイトも存在し、これには、その3グレードとは別のシート値が採用されていたが、後に 15S と共通化されている。また、この15バイトにはノートと共通デザインのウレタンステアリングが採用され、アウトサイドドアハンドルが無塗装になるなど差別化されている。2008年9月には15バイトをベースとした、教習車がオーテックジャパンより発売された。 これは2007年7月にクルー教習車が販売中止になって以来1年2ヶ月ぶりの日産の教習車となる。5速 MT と4速 AT の2モデルが存在し、4速 AT モデルはエンジンもベースの15バイトと共通だが、5速 MT モデルは新たに HR16 でエンジンを搭載している。2009年9月1日には、 先に生産中予された、ハイヤータクシー専用車種のクルーの後継車種として、販売会社の鹿児島日産自動車が独自に企画、開発した、ティーダラティオタクシー仕様が発売され、LPG 車の設定はないが、鹿児島日産自動車では、クルーと比較して、ラティオの方が、車両価格が約40万円ほど安く、実際の燃費も LPG 車よりもガソリン車の方が、 優れているので、トータルで、ランニングコストを抑えることができると提案している。後期型オーテック教習車、使用フロント後期型オーテック教習車、使用リア2008年1月に T だと同時に、マイナーチェンジが行われた。なお、中国国内においては、2007年11月に、マイナーチェンジモデルが先行発売された。これまで、 ハッチバックモデルとは別デザインだった。フロントグリルは T だと共通の新デザインのものに変更された。他にも T だ同様メーター類のデザインの変更を受け、18G には6速 MT 車が追加設定された。なお、これは北米仕様のバーサに設定されているものと基本的には同じメカニズムである。このマイナーチェンジでオーテックジャパン扱いの ドレスアップモデル、アクシスは廃止され、リアスポイラーを除いた各種エアローパーツが消滅した。なお、台湾向けモデルを生産、販売する、ヒロタカニス産技社は2018年5月まで、ティーダセダンとしてこのモデルを引き続き生産していた。また、メキシコでも2018年までバーサと、併売する形で、ティーダの生産が続けられていた。プラットフォームは、 先代の B プラットフォームに代わり、四代目マーチから採用された新開発の V プラットフォームを使用。搭載されるエンジンは、仕向け値によって異なり、タイ及び日本向けが HR12 で1.2リットル時か3、中国や東南アジア及びオセアニアなどでは HR15 で1.5リットル時か4、アメリカ大陸向けには HR16 で1.6リットル自家4が搭載される。また、日本仕様は、マーチ、ノート及びタイムケアルメーラにて、採用済みのアイドリングストップや、副変速機構付け CVT を搭載。徹底的な軽量化を図ったことにより、先代 T ダラティオに比べて 70kg の軽量化を実現し、CD 値、0.31と、 空力性能に優れたボディ形状としたことで 22.6kmL の低燃費を実現し、平成27年度燃費基準プラス10%を達成した。なお、N17 型ラティオのボディサイズの寸法に関しては初代および二代目プリメーラセダンの寸法をやや上回っている。先行で展開されている日本国外においては、中華人民共和国やインドなどでは、 サニー、東南アジア及び、オセアニアなどでは、アルメーラ、アメリカ大陸では2代目バーサセダンとして販売される。インドで販売されている2代メルノースからは、当該モデルをベースに開発された車種である。日本国内では、販売当初、先代のティダラティオの後期型を、ほぼ踏襲するラインナップとなっており、アナログメーター、液晶オドツイントリップメーターを装備した。 普及グレードの S、ファインビジョンメーター、マップランプ、トランクオープナーレバー、トランクルームランプなどを追加装備した標準グレードの X、プッシュエンジンスターター、運転席、バニティミラー、オゾンセーフフルオートエアコン、VDC、エンジンイモビライザーなどを追加装備した上級グレードの G、そして S からトランクリッドトリム、ドアサッシュブラックアウトを省き、 フロントグリルとドアハンドルをブラックに変更したビジネス向けエントリーグレード B の4グレードを設定していた。またエンジン進化型エコカー、ピュアドライブの車種となったためリア右下にピュアドライブエンブレムが装着される。しかしすでに日産自体が日本国内における小型セダン市場での地方を減退させており、大使用の N17T 型アルメーラ同様。 全車1.2リットルの3気筒エンジンのみの設定であることのほか、先代の T ダラティオに存在していた1.5リットル、1.6リットル、1.8リットルの各種4気筒エンジンの設定の廃止や、E-4WD 仕様、MT 仕様などの設定の廃止、さらに先代の T ダラティオに対し、実用性、経済性、環境性能に秀でる反面、炭性さに欠ける。 特異的で、寸詰まり気味に見えるエクステリアデザインや車両そのものの、最小回転半径の大きさ、後期型 T ダラティオよりもさらに、コストダウンが明確となったインテリアや安全装備の充実感に乏しいほか、販売価格が、海外生産車種の割に比較的割高な、価格設定であることや、商品訴求力、展開力などを欠く嫌いもあって、プラットフォームを共有する。 計13型マーチと E12 型ノートの陰に隠れた、ばかりでなく、ラティオの競合車種で、なおかつ、かねてからの定番車種のカローラークシオが、一足先に2代目モデルへ、フルモデルチェンジされたこと、日本国内における小型セダンの市場縮小などという、悪条件が重なり、発売開始直後から早々と販売不振に陥った。 2014年10月22日に日本使用車がマイナーチェンジされた。外観はフロント周り、フード、リアバンパーの衣装を変更。特にフロント周辺のデザインは L33 型ティアナに通じるデザインとなった。内装はステアリングセンタークラスター、助手席側インストルメントパネルの形状やシートクロスを変更し、G は センタークラスターフィニッシャーとエアコンパネルをピアノブラックで仕上げた。ボディカラーはバーニングレッドをラディアントレッドパールメタリックに XG 専用色のホワイトパールサンコートパールをブリリアントホワイトパールサンコートパールにそれぞれ差し替え新色のディープアイリスグレーパールメタリックを追加して7色展開となった。装備面では G のみの標準装備だった。 VDC を全車に拡大し、X は後席ヘッドレストアンドリアセンターアームレストをオプション設定から標準装備に変更。全車に標準装備されている UV カットグリーンガラスをフロントガラスに加えフロントドアガラスにも拡大適用した。グレード体系も変更し、ビジネス向けグレード、B を普及グレードの S に統合することで廃止し、3グレードとなった。 ありがとうございます。